こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。本日も大事なメッセージをお伝えしますので、最後までお付き合いください。早速ですが、2020年は人類がこれまで経験をしたことがないことが起こる重要な年だと、あらゆる分野の人たちが言っています。具体的には占星術でもそうですし、個次元のメッセージを伝えるチャネラーさんやバシャールなどの宇宙存在たちも口々に言っております。夏至を過ぎた頃から、さらに彼らの伝えてくるメッセージにも重みが増してきたように感じます。そして完全なる二極化がいよいよ迫ってきているという印象です。今回はバシャールからの気になるメッセージをお伝えしたいのですが、皆さん最近シンクロは起こってますか？小さいことから大きいことまで自覚しているシンクロだけでもどのくらいありますでしょうか？というのも、シンクロの数によって今現在のあなたの立ち位置がわかるからです。第4密度または4次元密度とも言いますが、つまりは5次元世界のことですね。4次元密度の世界に近づけば近づくほどシンクロが起きやすくなると言っています。なので、最近頻繁にシンクロ体験があるなぁと感じる方は、順調に4次元密度、いわゆる5次元世界のタイムラインに乗っているということだと思います。つまりあなたの波動が4次元密度の世界に近づいているということですね。おめでとうございます。で、バシャールはこのシンクロ体験を紙に留めておくといいと言っています。そうすることでさらなる大きなシンクロを引き寄せるそうですので、ぜひやってみてください。そしてこの物質世界はそもそも幻想で本当の世界ではないと言われています。そう言われてもピンとこないと思いますが、バシャールはこの世を超巨大なシミュレーション世界と表現していました。私はよくわかりやすく自分の頭の中で地球のことを遊園地に例えているんですが、非物質世界の私たちの魂はワクワクしながら地球という巨大な遊園地に遊びに来ています。そして地球にはジェットコースターやお化け屋敷、メリーゴーランド、白鳥のボートなど様々なアトラクションがあり、その時の気分で自由に選ぶことができるのです。私たちはあらゆる感情やあらゆる体験をしに地球という遊園地に降りてきているので、当然怖い乗り物も乗りますし、恐怖を感じるお化け屋敷にも入ります。しかし人によってはお化け屋敷に自分から入ったことさえ忘れ、ずっとぐるぐるお化け屋敷で悲鳴を上げて泣いているのです。ちょっと冷静になって周りを見渡すと、外に出る出口から光が漏れているのに、その人は目をつぶってブルブル震えているので全然気がつきません。でも他の人たちは恐怖体験を満喫して出口を出る選択をし、次のアトラクションを選んでいます。ひょっとしたら次はメリーゴーランドに移動して全く違う景色を見る人もいるかもしれません。このように私たちは自分の意思で次のアトラクションを選ぶことができますし、すぐに違うアトラクションに移動することもできます。そして全てのアトラクションを楽しんで満足したら出口から出て、つまりこの肉体を脱いで本当の魂のふるさと、ソウルメイトのもとにまた帰るのではないかなと思っています。私たちが地球で過ごす時間は、例えば1週間アメリカに旅行に出かけたような、そんな気軽な感じ、ワクワクする楽しい旅行に期限付きで出かけたようなものではないかなと思うんですね。考えてみてください。例えば1週間フロリダのディズニーランドを遊び尽くすと考えたら、とってもワクワクしませんか？きっと私たちはそんな気持ちで地球に遊びに来ているのではないでしょうか。いろんな経験を楽しむために地球に期限付きで遊びに来ているのに、やりたいことをやらずに地球人生終わってしまうなんて損だと思いませんか？ちなみにその人が幸せだったか不幸だったかは他人が決めるのではなく自分の心が決めます。四季が訪れた時に後悔のない人生だったと思える人が一番幸せだと言います。
逆にあれもやりたかった、これもやりたかったと後悔ばかり残る人は不幸な人生だと言います。ただただお金の支払いに追われて仕事仕事の人生だったなという死に方だけは避けたいですね。そして最近身をもって感じたのは、誰にでも奇跡は起こる、誰にでもチャンスはあるということです。私はつい最近まで、まあ、厳密に言うと今年の5月ぐらいまではどこにでもいるような普通の人でした。もっと言うと凡人も凡人、まあ、少し一般の人と考え方や生き方は違うけど、まあ、お金もそんなにないし、そこそこの人生を送っているような人間でした。それがある時を境に180度現実が変わりました。で、これって特別な能力や才能がある人だけではなく、誰にでも起こりうることなんだ、誰でも変わるチャンスはあるんだって思ったんですね。それには年齢も性別も環境も関係ありません。そして変化って突然やってきます。私は行動に起こしたら予想外に早く訪れました。私たちはこの社会でずっと下を向いて生きるように言われてきました。つまり上を向かないように洗脳されていたということですね。私もスピリチュアルの本を読んだりして、自分の中では前向きに生きているつもりでしたが、実はそれはまだまだ中途半端だったんですね。本当の意味でこの世の真実、宇宙の真理を知らなかったので、本当に上を向くということが理解できていなかったんだと思います。上を向いているつもりで生きていたんですね。そして今年の3月頃、この世の真実、この世の真理を知って、やっと本当の意味で目が覚めて、180度意識も変わり、そして自分の心に従って行動したら、すぐに現実が変わったんですね。私たちは下を向いて生きるように洗脳されてきたけど、実はちょっと顔を上げるとめちゃくちゃ手の届く範囲に自分の理想とする生き方があるんです。実は幸せってめちゃくちゃ手の届く範囲にあったんですよね。特に今年は宇宙の後押しのエネルギーが半端ないので、すぐに変化を感じる人も多いのではないでしょうか。 YouTube 動画を見ていると同じ体験をしている人がたくさんいますよね。私と同じように去年まで全然パッとしない人生を送っていたのに、今年行動に移したら急に現実が爆上げしたという話はよく聞きます。で、うまくいっている人の話を聞くと、私と同じことを言ってるんですよね。笑っちゃうぐらいほぼ一緒。だから幸せの法則、引き寄せの法則、宇宙の法則、呼び方は何でもいいんですが、今の心の在り方が現実を作るという事実は例外なく一つなんだなって思いました。で、顔を上げてみると、こんなにも今まで見えなかったものが見えるのかと、景色が一変した気がしました。下を見ると、つまり三次元意識の世界を見ると、相変わらず黒いものがドロドロ渦巻いている、そんな気がします。これまでもね、何度もお伝えしていますが、私の場合はここに一つプロセスがあって、まずはこの世の真実、闇の真実を知って、コントロールや洗脳から覚めるっていうところが一番重要なポイントになっています。本当にこのプロセスがあったおかげで今の現実があると思っています。私の場合、本当の真実も知らずに洗脳されたまま、上っ面だけ、形だけ引き寄せや宇宙の法則をやってたけど、あまり現実は変わらなかったんですね。つまり上を向いているつもりになっていただけでした。だから形だけね、宇宙の法則とかやっていても、現実にコロちゃんのような想定外のことが起きると、あっという間に恐怖や不安に襲われて台風に巻き込まれてしまうのではないでしょうか。逆にこの世の真実を知っていると、何が起こってももうこの世の原理知ってるし、この世のからくり分かってるしと、どっしりと構えていられます。これから大型台風が来ても、三次元意識の人とは違う次元で生きているので、実際台風には巻き込まれず、台風の目の中で余裕で生きていられるのではないでしょうか。この先何が起こったとしても、これから必ず訪れる5次元世界、地球天国に目を向けて、ワクワクの気持ちでいられると思います。ちなみにさっきの遊園地の例え話ですが、
これから移行する三次元世界の遊園地は、さらにグレードアップした怖い乗り物やもっと強烈に恐怖を感じるアトラクションしかなくなり、で5次元世界の遊園地はさらに楽しい乗り物や超ハッピーになれるアトラクションしか用意されてないのではないかなと思っています。ただバシャールから言わせると、行きたいからといって望む世界に行けるわけではないようです。どんなに望んでも結局はその人の意識、波動、周波数によって分けられるということです。つまりその時のあなたの持っている波動にマッチした平行世界に連れて行かれるということですね。そして今現在、今のあなたの波動にふさわしい世界に移動中ということですから、もし今自分ではなく他人に意識が向いている人、例えば未だに人の批判や非難を続けている人はお気をつけくださいね。そんな人しかいない世界に飛ばされちゃいますから気をつけてください。そして今最も重要な作業は、今のあなたに必要のない、いらないネガティブな波動はどんどん手放すことです。やっぱり一番重要なのはここなんですね。どんな状況に置かれても、その時のあなたの対応の仕方、それに対するあなたの反応、つまりあなたの心の在り方によって、次にあなたが降り立つ世界が決定づけられるそうです。だから表向きは綺麗なことを言っていても、実は本音は違っていたり、三次元的な対応、三次元的な反応をすると、その波動にふさわしいタイムラインに乗ることになります。宇宙はごまかせないということですね。もう自分を責めたり傷つけたり、誰かを恨んだり嫉妬したり批判するのはやめて、そんな持っていても役に立たないブロックはどんどん外して身軽になりましょう。いよいよあと2ヶ月ほどで二極化が終了します。今現在覚醒と眠りの2つの世界に分岐する前のトンネルを通過中だとバシャールは言っています。ハイヤーマインドの視点に焦点を合わせて行動してくださいと言っていますので、今一度この言葉をしっかりと胸に刻んで、あと約2ヶ月ですね、過ごしてほしいと思います。はい、ということで今回は以上となります。なんだかあっという間に9月になりそうですね。私はただただ楽しみで仕方がありません。誰かに決められるのではなく、自分で行き先が決められるなんてありがたいですよね。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。